私は今日はユーザー辞書の使い方について説明しますユーザー辞書を活用するユーザー辞書の登録から利用方法まで説明しますユーザー辞書を登録すると例えば「挨拶と入力するだけで事前に登録しておいた挨拶文を自動入力することができます一度やってみましょういかがでしょうか では、ユーザー辞書の登録方法を説明します。まずは、右下のメニューを開き、設定のアイコンをクリックします。左側の一覧から、詳細設定を開き、さらに表示される中の、言語と入力方法をクリックします。入力とキーボード、日本語キーボードの横のアイコンから、設定画面をさらに開き、ユーザー辞書の管理をクリックします。 新記事書のタイトルを入力し読みと自動入力したい内容を単語として登録します最後に完了をクリックしましょう登録作業は以上で終了ですあとは読みとして登録した言葉を入れスペースキーを押すと。 単語として登録した内容に変換かけてくれます。以上です。お疲れ様でした。